今実はやばい。ちょっと暑い。ちょっと待って。今日はね、もうオールブラックよ。こんばんは。さて、ちょっとやべえな。なんかどうしたらいいやろ。急いだ？急いだよ。とりあえず今日もすごい人です。あ、僕今日行きましたよ。はい。今日も多分行くと思います。はい。あ、なんて言うんだろうな。キサロ行った行ってない。なんか今日俺黒く映るよね、今日。これ。なんでやろ。もういいか。もういいや。ちょっと話は後にして、とりあえずオープニング行こう。声が、たんからんだ。バタタバタで、申し訳ございません。遅刻してさらに申し訳ございません。行きましょう。それではクラブナッキーオープンです。どうぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ですね、まあ、黒髪についてはちょっとね、後に話します。なんかね、今ね、見てください。これ今映ってますね。クリスタルガイザーがですね、なんとこれ2ケースって言ったらいいのかな、分からない。西張り、四万十市中村東町というのかな、中村東町かな、ひろかちゃんクリスタルガイザー二縛り、ありがとうございます。私ですね、クリスタルガイザーをですね、僕も楽天で撮ってまして、いつも100本ぐらい頼むんですけど、はい、すごく嬉しいです。飲み慣れたこの水を飲ませていただきます。ありがとうございます。さあ、そしてですね、なぜ直樹が黒髪じゃないのか、皆様高校生とか中学生時代に経験ないでしょうかね。国際というもの、黒のスプレーですよね。スプレーで頭をね、真っ黒に染めたんですよ、あれ。はい。で、あんだけ黒かったんですけど、あのスプレー落とすのに俺頭5、6回洗ったで。全然落ちひんねや、着払いならウェルチ送るよ。優しいのか優しくないのか分かんないですね。ウェルチは買うけど送料は払いたくないっていう。はい、ありがとうございます。蝶さんね、かっこよかったね。カブトムシって言うてはなかったけどね。カブトムシとは言うてなかったけど、でもかっこよかった。うん、ほんとね。そう、髪傷んだ、傷んだ。高校の時よう使った。そやろ、わかるわ。もう、ガッチガチやった。バカにしてないよ。カブトムシって、好きなんでしょ、あの人、カブトムシが。ちか、あっちいな。あ。これね、実は僕、これ、このコートね、今日買ったんですよね。でも、レディースなんですよ、レディースの。ザラのね、レディースのね、L です。はい。よかったら皆様、ちょっとザラの方に行ってね、お買い求めください。かっこいい。半袖寒くない？めっちゃ寒くない？むしろ暑い。ザラ好きっすね。ザラね、使い勝手いいのよ。やっぱね、こう一流ブランドのコピーカバーがなんかね、多いから、まとまるのよね、なんか使い方が。で、高くないし。このコートはね、いくらやったかな。ちょっとイキった言い方するわ。値段ミント買ったから、わからへん。いっぱい買ったから。いっぱいまとめて買ったから、スタッフ、コートかけといてーって。いいよ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 。
何の役だったんですかと。僕ね、あの役です。相川翔さんが行きつけの銀座のクラブの専務役です。はい。セリフはですね、かしこまりました、そしていらっしゃいませ、どうぞご案内いたします、この二言でございます。ここだからこそ言います、出たくなかったです。すっごい出たくなかった。でもね、どういうつながりかって言ったら、あれなんですよ、僕バイス TV 出たじゃないですか、ドキュメントの。あの関係の人から、まあ、話が来て、ちょっと直樹さんのお店使えないですかと、ロケハンですよね、を依頼されたんですけども、ちょっとうちの店はその銀座のクラブっぽいわけじゃないんで、それでまあちょっと妖精の方に連絡をしまして、でロマンスを使わせてもらったんですよね。でその流れで、まあじゃあ直樹さんちょっと出てくださいと、セリフもちゃんと用意しますからと。セリフちゃんと用意しますかって、まさかね。ほんで銀座のクラブの専務ってことだったんで、髪の毛ちょっとこの色じゃあれかなっていうことで黒くしたんですよ。まあね、もういいかなって言って、ヤクザ役はね、うちのね、ダイキンの絆が、はい、ヤクザの組員役をやらせていただきましたけど、やったことはですね、これです、見てください、絆の役、これだけです。はい、立って、いやもう一個あったんですよ、2カット撮ったんですけど、もう一個はこう立ってこうなって、こういう感じで、これだけです、一歩です。はい、そういうね、なんかね、相川翔さんにガンを飛ばす役でしたね、絆は。はい、いやもう少しセリフがあるとよかったのにねって言うけど、あれ結構しんどいな、ほんまに。俺も多分、俺俳優無理やわ。だって8時入りの終わったん3時とかなのよ。やのに、俺の出番が15分ぐらいで終わったのよね。15分もうちょっとかかったかな。でも NG は出しませんでした。いや、ワンシーンを、同じシーンをね、違う角度から2回3回撮ったりするんですよ。返しっていうらしいんですけど。はい、でもなんかまたね、あれ大阪のライズってお店のカズキってホストさんが直樹さんのことめっちゃ好き、めっちゃ好きで尊敬してるって言ってたよ。カズキくんありがとう。俺も好きやで。嘘ついてもうた。知らんのに好き言うてもうた。いやでもこれで知った。ライズのカズキね。よろしく。いや俺俳優無理だわ。まず待ち時間無理。Y プラスだったらブチ切れてどこやねんけどな。ほんまに。どんだけ待たせんこらって言うてもうてるねんけど、はい、さすがにちょっとそこまで言えなかったんで我慢しましたけど、でもね、監督にも言われましたよ。あ、こんなことだったらもっと遅く入ってもらえばよかったですねって、心の中で、いやそんなことないですよって言いながら、心の中で、いやほんまやでって思ったけどね。今やか言いますけどね。はい、あれです、日本統一っていう、まあその V シネヤクザ映画なんですけど、結構長編でもうだいぶ続いてるらしいんですよ、人気らしくて。で僕が今回撮ったのが9、10、11話で、1から8話まではもう蔦屋さんとかでね、レンタルしてるらしいんで、僕もね、見ようと思ってね、近くのピープルっていうDVD 屋さんに行ったらですね、ピープルね、置いてませんでした。相川翔以外に有名な人出とる？小田なんとかさん？小田正史さん？え？誰？ヤクザ映画によく出てる。白龍さんも出てる。まあ、あと数名有名な方出てる。僕ちょっと失礼なこと、あれなんですけど、名前がちょっとわかんないんですよね。僕が出たやつが出るのが来年の2月ぐらいらしいですよ。
はい、2月ぐらいです。今日も村上運を全開。嘘や、俺パートナーやったかな、忘れた。小沢仁志、まあいいや、わかんない。いやでもあの撮影中のあのピリッとした空気重いわ。あの本番カンっていうあの瞬間に全ての役者さんとかスタッフがってなって早けってなったらってなんのよ。あれきついわ。もう動かれへんし、タバコも吸われへんし、なんか俺一回だけ椅子こう移動した時キーってなってもうて、あの相川翔さんが今なんか変なことになってねって言って、はい、カブトムシって言って、カブトムシって言ってたね。うん、お化けいるんじゃないのみたいなこと言ってたけど、うん、でもかっこよかったな。うん、バカにしてないよ。翔さん演技してる時めっちゃかっこええよ。カブトムシは言うてへんかったけど、うん。重いのかカブトムシ受けてんねんけど。わ、はい、ってことなんで、今日はですね、まあ、一人でやろうかなと思ったんですけど、僕一人でやるとね、あの30分が限界になってまうから、ちょっとね今日ゆっくり行こうと思いまして、うちの従業員ちょっと一人連れてきました。目の前におったやつを紹介します。さつき、ありがとうございます。おはようございます。ありがとうございます。お久しぶりです。いやー、初めて、ようやく、出れました。うるさいな、声。はい。デシベルが。デシベルが。うん、すいません。クラブ直樹の始まって、この番組が始まってから僕初めて呼んでいただけで。あ、そっか。はい。この番組初めてか。はい。うわ、あ、さつきすごい。やっぱ、さつきかっこよくなった。髪型いいし。さつきくんのヘルプが一番良かった。お七三。うん。あ、さつきか。嬉しいですね。うん、はい、ありがとうございます。ガラシャツにガラのネクタイ、素晴らしいね、はい、これあのひび割れのなるほどシャツです。うん、はい、翔さんは僕のこと知ってましたが、知ってるわけないよね。耳キーンってなるって。あ、すいません。オラフに似てる。似てるかも。言われたことあったっす。雪柄のな、はい、鼻が人参のやつですよね。あと金田にも似てるな。はい、いきなりめっちゃ寒なってきたって、待てーすだーすぐデッドしそうにする。ダメだって、ここやる、ここやる。気温オラフ仕様になったっすね。お前やな。あ、お、お、はい、なんでもないっす。さつきくん、実物の方がかっこいいよ。はい、ありがとうございます。お前オラフ、歌舞伎界のオラフ、うまい、うれしないな。はい、お水いただきます。はい、僕ね、いつもこれね、開け方があるんですよ、僕。はい、これ、これ指ね、つぼって入れるんですよ。はい、で、こう、ぐって鍵、こうやって開けるんですよ。そういうやり方なんですね。あ、いいよ、いいよ、はい、ちょっとね、はい、あれですね、乾杯遅れましたけども、はい、それで皆様、多分グラスをお持ちの方とお持ちじゃない方いらっしゃると思うんですが、はい、一応ね、はい、それでは乾杯、いただきます。ひろかちゃん、いただきます。ありがとうございます。おいしい。落ち着くっすね。あ、そう、明日久々にね、つるしーとね、はい、ちょっと飯行きます。本当ですか。久々にちょっとね、もうずっとちょっとアイデアできてなかったから、そろそろしびれ切らしたらしくって、ちょっとね連続で断ってたから、はい、あ、電話もやっぱかかってきてた。この前、はい、ちょっと接待麻雀があって、はい、接待麻雀が始まった途端につるしいから、はい、電話かかってきて、どうしたんって言って、いや、ちょ飯でも行かないかなと思って、あ、ごめん、ちょっと今俺麻雀やねんやんかって言ったら、ああ、そっち取るんだ。いやいや、そっち取るも何もって予定やったからって言ったら、いやいやいや、いやちょっとほんま今始まっ、いや、何時に終わんのって言うから、いや今始まったばっかりやからって言ったら、そっち取るんだ。いや、そっち取るとかじゃない、やきもち焼きなんすか。
あのね、はい、鶴氏ね、焼き餅焼きなのかな、あんまりめったに自分から誘うことがないからじゃないかな、はい、で、そのタイミングで会わんかったらすごい言えよみたいな。そうそうそう。で、この前あの、はい、ちょっと俺が起きたら電話するねって言ったまんま起きてからあの電話するの忘れとって、はい、うん、その時もちょっと怒ってたね。かわいい。かわいいね。うん、鶴氏は直樹さん不足、多分直樹不足だね。うん、明日は飯行こうかって言って、うん、楽しみですね。ねえ直樹さん、仕事戻るから次の差し入れ何がいいか教えてよ。差し入れ何やろ。最近一番好きなものは何なんですか直樹さんが。自分最近じゃないですよ。あ、そっか。あのね、うん、ちょうど今鳥の市でしょ、はい、僕ね、この鳥の市が始まるとね、あの必ず絶対に毎日買うもんがあるんですよ。鳥の市でですか、はい、ベビーカステラをですね、僕昨日も80個買いまして何が80個かって言ったら、うん、その鳥の市中に食べるのがまず40個1000円分ね、はい、で、もう40個は家に持って帰って次の朝ごはん朝ごはんなんですね。もうこれはもう鉄板です。糖尿病になるよなんですよね。だからこれ中性脂肪がグイグイっとんねやろうね。甘いもの好きなんすね僕。だからあのパンケーキ、ホットケーキも好きやし、うん、そう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 。ヒステリックペイちゃんにゲスト出演してください。ダメです、ちょっといろいろありまして僕はあいつにぶち切れてるんで、はい、多分次の番組か何かの時にこれ見てる人がまたあいつの公平の番組で直樹さんが怒ってたよって言うと思うけどこれ全然いいですよ。僕も縁切ったんで、はい、はい、まさかこんな番組で、僕が縁切ったなんてワードを発言すると、はい、はっみたいになると思うけどもね。いえいえいえ、はい、なんでって理由は言わないですよ。それはダメじゃないですか。理由言っちゃったらね、僕が怒って縁切るぐらいってことはどっちが悪いかって言ったら一目瞭然なの彼の株を下げる気はありませんから、はい、彼は彼のね、生き方や性格、タイプがありますから、僕とはもう合わなくなったってことだけです。すごいですね。何めっちゃ反響きそうっすね。もうちょっとこっちちゃうか、はい。ああ、チョコボーは好きですか。さつきくんも出ないの、どういうこと。さつきの反応がヒステリック、笑って振ってって。さつき何歳。さつき21です。若いよな、はい、で鳥年やろ。鳥年です。だから一回り違うもん、はい、ちょうどそうっすね。12年後やっぱナックスみたいになってたいっすね。マジ。はい、番組持ってやりたいっす。スクショするから2人止まってやってめっちゃ動いてますよめっちゃ揺れてたっすよね。いやいや、スクショするって言うたから、はい、でも携帯をこう分かる用意して撮りますよーのタイミングで動き始めたってのよ、はい、ほなもうその子撮られへんしみたいになるから意地悪。ほら、鼻取って、取れないわ。してる、今でもあれで、はい、スクショするから、はい、二人止まってって言うたやろ、はい、取ろうとしたん、リスナーだけちゃうで、はい、あいつも取ろうとしてる。ああ、狙ってたんすか、うん、スタッフも取るよね、はい、で、取っては送ってきよんね、何に使ってか知らんけど、はい、私、さつきくんの一回りしたやって9歳9歳の方、見てるんですか。マジですごいっすね。いやでも可能性はゼロじゃないよねだって見れるもんね、携帯あれば見えでもな。今9歳とか小学生とかでもだって持ってるっしょ。すごいっすね、大人な9歳こんなおっさん見て楽しいかなんで今一緒に言ったの。いやちょっと、あもう、ちょっと待って、今聞きかかったな。こんなおっさん見て楽しいか。正解。楽しいおじさんっす。
結局5歳やん。結局5歳やん。お前お兄さん、お兄さん、お前フォロー下手すぎるやろ。お兄さんっすね。連携悪い。あ、LINE スタンプの話しようか。はい、あれ話が来たんですか、 LINE スタンプの。写真集とカレンダー出来上がったらもらってくれますか。どういうこと。作ってくれるんですかね。俺の写真集ってこと。違うよな。俺何、はい、あの面識ない方の写真集とカレンダーをもらいただきます。はい、それで日めくりカレンダーですか。日めくりもういっか。LINE スタンプ、実は僕の LINE スタンプができるんです。買います、買います。いや、買うんじゃない、買わせます。あのね、ちなみにですね、あのまあまあね、携帯にかあの日記にもブログに書いたんですけど、LINE、スタンプ取ったら直樹さんにお金入るの、はっきり言います、入りません。はい、第1弾は入りません。で、まあいいんです、いいんですよ、全然。別にそれを僕はあのお金にしようとなんてかけらも思ってないんで、よりもなんか自分のスタンプができるというものがなんか一つのまあ達成感なんで、はい、で、今回40個だから作るんですよ、 LINE の種類をね、スタンプをね。で、1万ダウンロードがいくと第2弾が確定するんですね。で、この1万ダウンロードして第2弾が出るときは動く LINE スタンプの方に多分転換されます。その第2弾は、やらしい話します、お金入ってきます。すごい。別に、いや、別にいらねえけど、そんな金、うん、楽しみですね。だからちょっとね、あの僕ね、そのこれ、まあ、そのね、あのイラストレーターがどこまで僕の顔をこうリアルに鮮明にできるか分かんないんで、あの極力ね、スタンプのあのセリフ、はい、で、お前どんだけ汗かいてんの。っめっちゃ熱くて、緊張と、ええ、はい、そのセリフをはい、ちょっと考えてほしいんですよね。まあ、考えてほしいっていうか、みんなが欲しい。はい、あ、3D プリンター、それですか。あ、忘れてた、 3D プリントも、あ、電話せなあかも。俺の 3D プリントってあるやん、はい、あれでこう、あの俺のなんか作ってくれんのよ、はい、それが、そういうのまだ連絡したかった。すごいっすね、なんかどんどん、何、なんかどんどんできてくるんですね。まあ、スタンプだったり、うん、フィギュアみたいなのだったりだね。すごいっすね。おざっす。そんな風になりたいの。なんなさい。はい、なんですよね。まあ、疲れたほなあたりはもう確定に入れてくると思うんですよ。はい、で、今日あの全然違うを入れるよって言ったら、はい、あの鶴見さんが、鶴氏が読もうか、 LINE のやり取り。楽しみっすね、スタンプ。ほんと？つつき込め。つつき込めはいらんねえ。あ、だだ、てか俺の LINE スタンプできんやけど、なんかセリフいる？てかてか、全然違うを使います。てかてかてか、鶴の顔でそれだけ作りましょうかって送ったら、全然違うは著作権に引っかかる可能性大やなってきたから、ですからスタンプでデビューしますって聞いたのね。俺のってきたから、そって送ったの。なら、誰が使うんやねん、使うんやねんって、まあ下手くそな関西弁で書いてたんですけど、誰が使うんやねんっていう返してきたから、いや、40個考えんとあかんのよ、そのうちの一つやでって送ったら、はい、あ、そういうことね、直樹のスタンプの一コマっていうのが気に食わないって言ったから、あ、そう、じゃあ全然違うわ、勝手に使いますって送ったら、はい、それでは法廷で会いましょうってっていうね、あの、はいはい、話なんですけどね。全然違う、全然違うっていう言葉があるんですけど、あんまり皆さん分かる人と分かんない人いるんですよ。このニコナイトや僕のブログを見てくれてる人はね、はい、蜂のイラストも入ってる、あ、蜂のあれも使います、はい、蜂のワークも使います。はい、なんかね、こう水商売の人間たちが使いやすいスタンプにしたいなと。でも男の子のね、俺男ですから、
男のスタンプを男が使うのもあんまないのかなっていうっていう考えもあるんですよね。ナクさん知ってる人だったらやっぱテンション上がるんじゃないですか、ナクさんのスタンプ来たら。知ってる人でやったらね、はい、知らない人だったらんってなる、誰ってなっちゃうかもしれない。どうしよっかな、同伴しようやってまあね、あの本当にね、あのでも女、例えば多分女の子のね、キャバ嬢とかね、ホステスさんが、はい、使えないかなと思うのよね、そんな僕のスタンプを一緒に飲もうは、なんすよ、お酒飲まないんで、ちょっと説得力ないっすね。いや、ほら、一緒に飲もうって言って、はい、俺が持ってんの、コーラの瓶とかな。ああ、ああ、それ、可愛いっすね。そうそうそう、ホストが使う口説き文句的なのは、ね、いや、ホストが使いそうな口説き文句、直樹使わないんですよねなんか、まあ、だから、まあ、まあスタンプやからいいかなと思ってんねんけど、シャンパン飲みたいも絶対言わないですよね。言わないねシャンパンちょうだいも言ったことないからね。カラオケ歌うとかどうすか。いや、カラオケいや、歌って、カラオケ行く時しか使わないやつやな、はい、まあ普通の挨拶、まあおはよう、はい、まあおやすみ、まあなんか一本入れよう金使えって最悪なスタンプやなほんま返事待ってな、あ返事待ってな、かしんどいも使う、はい、何してるん、あこれも使うな、まあ、そういうのはな使うよ。それ普通の日常会話っぽいやつですよ。昨日ね、あ、忘れ物したって言って指さされた。僕？なんか多分僕もいいんじゃないですかね。忘れ物した指さすって意味がちょっとわかんないんですけど。ほんまでっか？俺ほんまでっかなんか言わへん。はよ寝ろや。はーなんですけど。はーなんですけど。これは使う使う使う。はい、ただ、はぁなんですけどって、これわかるかな、みたいな人。ジンギスカン行こうって。えらい限定やな、飯。メルチ。俺やで。あ、お客様に言われたのね。あ、イベントやねんよ。使えって、空気読めって。おかんのスタンプな、うちのおかんな。ああ、なるほどな。うん、悪くないね。指名ちょうだい、出禁にするよ岸田クリーニング、岸田、ちなみに岸田クリーニングじゃないからな。ちょ待てよ、キムタク風やでもそれ、これ名前多分疲れんのんちゃう。難しいっすね。俺マザコン、あこれも入れれるな。今日おかんと電話で喋って、はい、おかん泣いてた。なんでですか。ちょっと怒ってん俺。怒ったんすか。怒って、まあ怒ったって言っても、まあ、ぐらいとかじゃなくって、うん、ちょっとおかんなっていう、しっかり入れたの、うん、まあ、嬉し泣きな、うん、嬉し泣きしとってお菓子食べてるとこのスタンプしばくぞしばくぞは入れんなそれはもう、入れないとダメですね。たくさんの口癖なんですかね。眠いじゃん。眠とか。だるいは言わんな。マイナスワード多いっす、ね。ああ、帰りたいとか。マイナスワードあんまあかんよ。泣くなよってスタンプ。はい、トーされよ。どういうこと？あ、どういうことは言うな。これ、それはこの番組だけでしょ。セリフで分からんことがあるから、どういうこと？って聞くけど。まあ、あのタイミングで CM お願いしますって言うてるんでね、はい、ちょっとあの CM 行きましょう。はい、いいよ、ちょっと CM タイコールして。はい、それでは CM どうぞ。カタッ
分を変えたい全ての人へ。さあ、フェイトへおいでよ。上京して1ヶ月、ホスト未経験、入店1ヶ月目の俺がナンバーワン。金も女も全てを手に入れる。これからこの歌舞伎町で一番のホストマリル。携帯、スーツ、住居、全て完備。BS グループ。はい、CM 開きました。お前、はい、硬いな。硬いですかね。緊張するんですよね。クラブ直樹の従業員もスタンプ入れてあげて、はい、あ、いいかもね。銀あたりはね、はい、入れてあげたいなと思うよね、はい、銀さん、いいっすね。使えますめっちゃ。もう隅っこに入っちゃダメですか。銀さん、隅っこになんでもないっす。さっちゃんは入りません。はい、入りません。次の CM は夏木も出ないよ。お前夏木やん。サスケや。銀さん人気はやっぱあるっすよね。夏木さん訪問者だけに、あ、この前のね、はい、朝家に訪問者が来たって俺が書いたやつね、はい、言えないな。言いたい思いは山々やねんけど、マジで招かれざる客ってこのことやなっていうぐらい。ほんまに、はい、別に言ってもいっか、さらっと。さらっと別に悪いことじゃないしな。別に悪いことしてるわけでもないし。誰が来たか、じゃあここだけで言います。この前朝いきなり、僕の家にですね、ピンポン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 と、玄関ホールではなく、エントランスじゃなく、もう家の前のインターホンを鳴らされましてですね、多分君たちこれどんだけ聞いても出てこない。どんだけ答え入れてもわからんと思う。ほら、さらっと言うからさらっと終わってな。さらっと言います、誰が来たか。はい、国税局来ました。もうすごいっす。おー、うちの中をおーひっくり返された。朝、しかも朝っすか。すげえやばいっすか。あのね、あの人たち、シャワー浴びてたんですよ、はい、お風呂入ってて、はい、ピンポン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 来て、はい、迷おうかなと思って、はい、あのうち従業員一人住ましてるんでね、あいつ鍵渡してん、なんやねんと思って、うっさいな、あいつ鍵なくしたんちゃうか思って、はい、エンジェルスかなと思ったら、パッて、あの、オートロー君とか見たら、こう画面が真っ暗やから、はい、あ、玄関かと思って、はい、もうびっちゃびちゃのまんまや、こうタオル巻いてやさ、はいはい、もう、ほら、もう、何よっつって、もう、いちいちこの覗き窓にこう、あの、見ることもなく、もうこう、ガチャって、はい、ちょ、なんや、っていう、こう開けて、ほならあの、このこれぐらいの隙間から、あ、こういうものですけども、ちってこう国税局って言って2人立ってたんですよね。で、はい、ちょっと拭きますね。一回閉めて、まず閉めて、はい、バーン拭きながら、はい、何と、もうどうしてみたいな。何した俺みたいになって、ほんでわー吹いて、はい、こう巻いて、もう一回すいませんっつったら、あの、ちょっとお話伺わせてもらってもよろしいですか。あ、はい、あ、ちょっと入ってよろしいですかって言われたから、あ、そんな時間どれぐらいかかりますって聞いたら、あの、まあ、あの記者さんが、あの、あ、記者さんですよね、はいって言ったら、まあ、あの記者さんが思っておられるその10分20分の会話じゃございませんので、本日1日がかりだと思っていただければみたいなこと言うから、あ、
あ、ですよねって言ってですよ、俺もテンパってもうて体拭きますと言うて拭いて、はい、バスタオル腰に巻いてすっぽんぽんの前もう一回出てもうて、はい、ほんであのはすいませんあのちょっと服着ますって言ってもう一回閉めて服着替えて、はい、どうぞって玄関通して、はい、すいません上がらせていただいてよろしいですかって言うから、あこれはでも拒否っても無理なやつだと、あの令状ありますんでって言われてほんであの本日のお家の方を全部ちょっと見させていただきますから、はい、はい、それが多分9時頃だったんですよ、9時頃だったんですけど、すいません何時頃終わりますかって聞いたら、そうですね、まあ内容やそのものによるんですが、そうですね、今日中には終わると思います、えぇーみたいな、一日がかりなんすねっていう話だったんですよね、はいはい、はい、さらっとちゃう、がっつりですね、まあ、なんですが、はい、これでもあの、まあ、僕じゃなかったんで、はい、ちょっとあの昔のことであのちょっと、はい、僕全然関係ないことだったのに、はい、家中うわーっと、あー、はい、怖いっすね、びっくりするっすね、はい、あの皆さんちゃんとしてください国民の義務をしっかり分かってくださいね、はい、はい、片付けはせる、いやでもね、あのね僕のとこ結構優しかったんですよね、はい、ただまああのまだ終わってないんで、もしかしたらもう一回来るかな、結構ひっちゃかめっちゃかされるんですか、他の裏取りに来たのね、よーしってんなああ僕真っ黒じゃないですよ、真っ白ですよ、はい、ハニーの時じゃない、さらにもっと前です、はい、六本木時代のことですね、エッチな DVD、 エッチな DVD ってあのあなた拾うコメントと拾わなくていいコメントあるんですよあなたそれ今俺がもうこの絡みにしたら俺がまるで家にエッチな DVD があったみたいな感じなんだけどあれへんわお前、エッチなお前もう動画見るときは携帯アホ、あパソコンアホアホアホお前、すいません、うまい棒は何味が好きですか、明太子コンポタージュ売ってたもんね、どういう意味、すげえな、一気に込めたがってきたな、はい、なおくんも男だもんそりゃそうやろ、俺なんか前回もこんな話したな、台湾行って女買わんかったとからかんからそんなことするなみたいなとこから一応なんか男の子ですからって言って終わった回があったんですけどね、はい、一応男の子ですから ね、そうっすね、どんなんが好き、僕ですか、うん、ムチムチした人っすね、ムチ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 お前あれやな、はい、あのなんかあのほっとったら何でも言いそうやな、お前なんで言わないっすね、ちゃなんか言いそう、なんかそこ答えんでええねんみたいな、直樹さん27歳の時どんなだったの覚えてはないな、直樹はあんまりエッチ系な印象がわからん、よう言われる、想像できひんって言われるんだよね、それなんかかっこいいっすね、え、あかんやろ、セックスアピールがないってことじゃないの、そういうことなんすかね、ちゃう、そうじゃん、直樹喋りすぎサスケニヤニヤすんな、セックスアピール出したいっすね、僕もセクシーさを、ちょっと演出してみて、何してんの何してんの何してんの、いや、ちょっとキスのキスのあれです視聴者にキスしてやろうかなとえ、色気を出したいんやろ、色気を出したいです、じゃあ色気出してみ、色気っすか、出てます、これ何、こっちおいでよ、こっちおいでよ、でしかもお前それえ、じゃえ、どこに、どこ見てよ、カメラっす、カメラっす、もう一回やってみ、え、カメラ目線立てないでえ、
どこ見てんのお前。ほらカメラ目線な、あ、お前こっち見てた。ああ、はい、そうだ。な、はい、こっちやで。ああ、こっちですね。うん、こっちこっちこっち。あ、もう一回。はい、さあ、はい。なんかお前、お面でありそうやな、こういうお面。ひょっとこみたいなやつですか。で、今、グンと人気出たっすね、また。歯出さない。ん？おぉ、えらいやなんか。おいで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 、ごめんなさい。あ、やってんの今日も。うん、やってんのか今日も。うん、あ、紹介いる？いや、大丈夫です。え、大丈夫です。紹介いらんの？はい、いるでしょうよ。今紹介くさっ、お前ニンニクくさっ。痛い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 、ニンニクくさっ。痛い痛い、もう痛いわ。もう朝から鍋やってたから。痛い痛いわ。耳や、耳や、耳、なんで耳やねん。ほっぺだったらオッケーけど、耳いっとるからな。ほっぺだ、ほっぺだ。はい、おっぺだった。なんだ、久しぶりやわ、この感じ。父さん久しぶりですよね。めっちゃ久しぶり。ちょ、これ水飲んでいいですか。これ、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 もらえ、これ、あ、いただきます。どなた、どなたか。いただきます。いただきます。ヒロちゃんから。ヒロさん、いただきます。いただきます。紹介しましょう。いいよ、いいよ。フリーダムというサバをですね、出しました。ケンジです。アイス影やん。影山源氏ですよね。で、皆さんご存知の久々さんとは元橋です。お久しぶりです。お久しぶりです。もうね、彼らはね、あの、はい、ホストじゃないんですよ。そうですね。あの、サバーを出しましてですね、はい、フリーダムというところが、はい、ありましたね。区役所通りのですね、ミニストップの地下ですね。はい、そうですね。区役所通りにある、ミニストップの地下です。うん、何時から何時までですか。深夜1時から朝までですね。うん、あ、1時からないですか。はい、絶対、もうやめろ、臭いわ。ナオキさん敏感やから、匂い。とかニンニクのよ、サスキもめちゃめちゃやられたもんな。そうっすね。なあ、ニンニクはもうあかんから、ナオキさん、ニンニク。うわ、来た。あったくー、臭い。最近ね、人を殴ってないのが伝わってますね。あ、そうな。最近人殴ってない。もう、歳いって、人殴ってない。ちょっと待って、俺も全然、今の、だって今の、ごめんやけど、ちょっとなんか痒いもん。違う、逆にな、逆にな。聞いて聞いて。あ、すいません、すいません、申し訳ないです。あの、俺、ありますもんね。バイス TV でバチバチいったんで、あれ、未だに言われるから。いや、マジですか。あれですか、未だに。未だに言われるよ、怖いって。あの、バイス TV を見てどうだったって聞いたら、いつも 100% 言われるのは怖いって言われる。マジですか、もうそんな、そんな根付いてるんですか、逆に。殴ってるところがどうか。怖かったです、僕も見てて。は？いや、はちゃいますやん。喋るまでしょ、喋らせてください、それ、ちょっとぐらいは。あ、ここは俺にバチバチ行かれてる組やもんね。はい、もう昔から慣れてますから、もう、はい、大丈夫です。昔 MC の練習せえへんかっただけでバチバチ行かれたもんね。はい、そうですね。そんなことも懐かしいわ、懐かしい。そうそうそう、はい。あ、お前もともと刑事の下で働いてる。そうですね、そうそうそう、一番最初。今はさつきですけど、今もともとなんだっけ。俺もゆうすけ、ゆうすけ、本名で、はい、本名でやってました。ゆうすけ、そうですね。なんでそんな臭いの、なんでそんなニンニクの、何、お前今日ちょっと鍋食うなんですよね。朝から鍋、ニンニク、はい、キムチ鍋、はい、大好きで。どこで食うか。僕の家で。家で。いや、なんで呼んでくれんの。いやいやいや。一番は、はい、あの、時間ですし、もっと言うたら寝てる時間、僕らが気遣いませんやんか、直樹さん。ちょっと待って、何時に食うた。何時ぐらい。あれ、ね、12時ぐらい。12時、1時ぐらいですね。はい、全然起きてました。早っ。僕、朝一銀行行って、はい、僕一人でネギシ食うて帰ってきましたから。想像、まあ、やだ、想像したくない。人ネギ、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 もう牛のベロ食いまくったから。マジで。だから、あの、沖縄そばを一人で食うか、はい、ネギシ行くか迷ったのよ、はい、で、人ネギした、人、はい、ネギ、人ネギ、人ネギ。で、帰ってきて寝たんが、2時前ぐらいに寝たんかな。だから、その時間起きてたから連絡くれた、行ったのに。わかりました。じゃあ次、今度じゃあするときは連絡入れます。次、次大丈夫ですか、それで。あ、いい、それはいい。何やねんな。今日だったんだ。せっかく、あの、本当に皆さん、あの、フリーダムね、こういうね、元気な子たちがよろしくお願いします。一生懸命やってますんで、うん、歌舞伎町に来た際にはですね、はい、時間の終わりの方はミニストップの地下に1階だね。はい、そうです。何ビル地下、ね、ホテルシエナのビルですね。ホテルシエナ、アイトスビルって言うんですけど。アイトスビル、はい。ミニストップの近いか分かるよね。分かります。ただ、折り口が分かりづらいのよね。折り口分かります。階段しかないんで、階段しかないですよね。なんで皆さんね、もしよければ行ってあげてください。とはケンジ、たくさんいろんなですね、元気な子たちがいますんで、よろしくお願いいたします。お願いします。あ、ちょっと軽く、じゃあちょっと
トアの LINE とケンジの LINE の ID 出しときや。大丈夫ですか。そんなんしていいんすか。スタンプが大丈夫ですね。もう大丈夫か。スタンプ、いや一回ねありましたからね。いたずらがあったんすか。いたずらも300ぐらい。いやもうほどが過ぎるぐらいで電源切れたもん。それでスタンプだけで。それ多分チャコやと思いますけど。なんでやねん。今すいません、ありがとうございます。あ、じゃあ今 CM 行くから。はい、 CM の、あ、うそ、はい、CM、お願いします。お前が行けよ。なんでもいいですか。なんでもいいよ。カメラに向かって CM、 あそこ CM、 Want baby dog つめんでこんのむんだつく GO! 売れへんわ。冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分は内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。歌って歌って。いや、お前新しいショータイムであったじゃん。そう、ね、今練習してる歌。ちょっとこの歌って言うんですか。ちょっと歌って。ああ、いいじゃん。ウィンチャーバンダーバンソーラバガバタバソーパパソンとセンドセ。これ難しいっすね。これ難しいっすよ。まあまあのバラードやから。バラードやし。バラードや。音もなんか一定感があるから。あ、そう。難しい。アフターで使うねって。ありがとうございます。よろしくお願いします。あの、サパーって何って。サパーとは何なんですかね。サパーって一括りに言われるとちょっと僕も分かんないんですけど、何でしょうね。何なの。ほんま女性の方がお客さん多いんですよ、うん、今現在で言うと。まあまあ、もともと君たちがホストしたからね。まあそうですね。ほんま楽しく飲めるとこっていう括りで。ショータイムに近いよね。そうですね。ショータイムもやらせてもらってます、はいはい、サパーのシステム教えてよ。料金は。料金、セット料金だけですね。あの、まあホストみたいに200円。直さないよ。200円で。それはもうもちろん。じゃあマジいくらなの。俺知らねえ。5000円。5000円っすよ。セット料金5000円だけです、ね、だけ。はい、あとはお酒飲んだ分。タックスは。タックスはあります。 30% 22でやらちゃうんです。あ、22か。でもサービス料が。あ、タックスサービスで30円。はい、そうです。合わせて、合わせて、全部合わせて。ニコライト見たーでは。ニコライト見たーでも、それはもう、それはもうニコライト見たーで、ね、でね、8000円ぐらいで。来てから交渉しますよ。え、来てから交渉やったよ。別にニコライト関係あれへん。これ言っちゃうんですか。そういうのは言っちゃっていいんですか。言った方がいいんですか。なんか特典つけたりいいですか。あ、ほらもうニコライト見たで来たよってなったら、私この見てましたよ、フリーダムって言った時、はいはい、じゃあな、5000円のところを3000円させてもらって、はい、お、プラス、あの、トアさんの一発ギャグ、はい、大丈夫ですか。高いな、そしたら。高なる。高なるで。そんなものないやん。いやもうその直樹さんの前で酒入ってないから弱い。直樹さんの前でほんまそのペコペコ感マジでいつまで続けんすか。ずっと続くやろそれは。ずっと続くやろそれは。何ペコペコあかんの。ペコペコ。いやいや、なんかね、何、お前も、お前も思わた、うん、じゃないんすけど、僕はちゃんとラインは守ってますから。しかもなんないよ。なんかもう、じゃあそこになったら真剣なマジトークになるからね。なるからね。危ない。長くなるから帰るタイミングわかんなくなる。でもなんかほら、お前ら来て、ほら見て。はいはい、おったん。いや、いました。いや、いました。一番直樹でいい、クラブ直樹で一番だってグイグイ、面白い、人気があるっていうのはもう彼じゃないですか。それはもう伺ってますからね。あ、嬉しいですね。いや、ほんまにほんまに一番。でもえ、でもクラブ直樹って、これごめんなさいね、あの、見てる人、あの、お客さんいると思うんですけど、癖ある人多いっすよ、正直な話。まあ、癖だらけ。あれはもう癖の塊なわけよ。ああ、癖ですか。その中に、さつきは多分ね、ほんま、あのね、すごいね、オアシスだと思うんですね、僕も。ああ、すごいね。いいこと言うよ。嬉しいですね。僕はもう、そう思ってました。ありがとうございます。はい、すげえタイミング。ありがとうございました。すみません。フリーザーの電話番号入った？あ、ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。すみませんでした。ありがとうございました。忙しいのが、すみません。いや、定休日が月曜日。日曜ですね。日曜日。はい、日曜日。あれ？日曜やった？日曜日になりました。変わったん？はい。あれ、今日はやってんねや。やってます。今日やってんの？はい。
えぇ、ー、今日、今日やってんの？今日やってくれないだよ。やらないっすか？お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、うるさかったですけど。手とカメラ直して。うん。楽しかったっすね。楽しかったっすね。楽しかったら意味よ。はい、大好きな2人なんで。お前18番歌う。18番、はい。大丈夫っすかね。大丈夫っすか。ちょっとから、変わる感じで。はい。俺、こいつの歌い方が、はい、もう、すごい、俺好きなのよ。最近、馬なってるって。あ、そっか、馬なったんや、お前。ちょっと。あ、ほんであれや。あれや。あ、それ馬なってない方っすね。ははははははは。もう一個ちょうだい。か、気持ち込めろよ。お、吐いてる。はい、真ん中、真ん中、真ん中。気持ち込める、気持ち込める。ほら、あー、吐いてる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 。すごい。何これやる、別に雨関係ないよ、この歌。この歌、雨関係ない。こんなにも騒がしい街並みに佇む君はとても小さくとっても寒がりで泣き虫な女の子さ。街角のラスト口ずさんでちょっぴり僕に微笑みながら凍えた体そっとすり寄せて君は口づきせがむんだ。お前らが温めてあげよう。お前ねねが女にも愛してる。お前ねねが二人黄昏に肩寄せ歩きながらいつまでもいつまでも離れられないでいるよ。ありがとうございます。あ、皆さんスタッフに消されました。ああ、ありがとうございました。ああ、もう今テッドやった。テッドやった。テッドがやった。謝りよ。来いってお前、リスナー謝れよお前。もうテッドお前がやってお前やってもうてん、はい、ちょっと間入ってリスナー謝りなさい。今直樹2番歌おうもたのに。はい、謝りなさい。すいませんでした。お前消しちゃったの。消しました。何？ありえんって書いてある。いや僕はありがとうございましたみたいに言っちゃったからですよね。そうです。はい。嘘です嘘です。はい、嘘です。すいません。なんかじゃあ一曲歌って終わろう。もう時間も時間だから。出して。はい。何しよっか。喋っといてちょっと。そうっすね。どうすか感想はそのまんまですかね。なんかはい、憎まれへんねなんか。本当本当っすかね。音も外れてるし、はい、オーマイリルが入さん、はい、オーマイリルがこんなにも愛してる。なんか言えてないもんね。リルガールが難しいですよね。レルガール、はい、はい、もう一回、三、はい、オーマイレルガー、はい、もう一回、三、はい、オーマイレルガー。アホ丸出しやもんな。アホ丸出し。もっとなんか気持ち込めたいんですけどね。レルガーだったよ。何しよっか、うん、今の歌って終わろうと思ってんけど、
やべ、ねえわなんかね、いつもなあの歌おうと思った瞬間に歌うものがないのよね。ミッシングミッシング赤あもう難しい、はい、あ、眠れる思い古すぎるやろ。古すぎですか、ね、ララバイ俺これパンパンララバイな、はい、ララバイ行こうか。ちょっとなんかこれあんまり俺ちゃんと分かってないねんな。誰のララバイって言ってたの。あの三浦大知、三浦大知さん。やっぱ直樹さんじゃないと閉まんないですからね。お願いします。そう、え？せやね、ララバイ、ララバラードバージョンがないのよ。よう知ってんな。ないねん。遠くないこの夜はきっと誰もが君は責めたりはしないと見せ Just be just 疲れ切った心休め目は閉じて I'll repeat you the beat 明日になる頃必ず昨日よりも傷は少し癒やろう I'm eternity なら夢の合間聞こえるならば数えた羊走る宇宙力の sky どこちぎらい奏でるならば雲の顔越えた先見える懐かしい笑顔に手を振り You want to love me 心強い気持ちで目覚めようもう1時間誠にお付き合いありがとうございました。おやすみなさい。ぶつかる感覚に投げかけるすべもなく溜まり込んだことに疲れ何回目の錯覚だ笑っていたろうさっきまで伝え込んだ仮面をやめ紛れ込み死んでしまった順序ましてや無情なほど溺れているんだよ息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイトチュー総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。